12月19日ストーブリーブまとめ。 DeNA アズマ7890万円増の1億500万円。今季最多勝、最高勝率、バッテリー賞スポニチ制定、ベストナイン、ゴールデングラブを受賞した DeNA アズマ勝木投手が19日横浜市内の球団事務所で契約を公開し、7890万円増の年俸1億500万円金額は推定でサイン。球団からは本当に1年よくやってくれた、今年だけではなく来年もしっかり頑張るようにと言われました。本当に成長できた1年でした。来年に向けてしっかりと準備しないといけないと覚悟ができた1年でもありましたと声を弾ませた。過去2年で2勝の左腕は飛躍して16勝3敗防御率 1.98 の好成績をマーク。三浦大輔政権2年連続 A クラス入りに貢献した。全試合でバッテリーを組んだ山本と本拠地のお立ち台に上がることも多く、山本雄大のおかげですと叫ぶフレーズもハマスタでは人気に。雄大のおかげグッズも販売された。来季は三浦監督から2年ぶりの開幕投手に最も近い存在と期待されている。来年は最優秀防御率も取りたい。防御率がいいということは試合をしっかり作れている証拠になるのでと意気込んだ。やっぱ1億超えたか東よかおね。元年俸から9000万くらいの予想が多かったけど1億超えたか。元が2610万と考えると破格のアップ。結構上がったけど初めが TJ 明けで安かったからこんなもんか。雄大もうちょい上がってもと思わなくもなかったけど来年が本番やしな。よう復活したわ。見事に復活やね。1億はもらわないとおかしい活躍やったし、前年比 402% か。最多勝だから奮発したな。東はどこへ入団しても活躍してただろうね。巨人だろうがソフトバンクだろうが楽天だろうが清宮様様だな。東一本釣りスカーズマ大変なのは来年やろな。東出るとこで確実に勝たんといかんし、スカーズマももう28なのか。今永抜けて来年は相手エースとの投げ合いやな。手術して2年まともに投げれなかったとこから1年でここまで上がると夢があるな。山本おらんから来年沢村賞いけるな。来年は2億目指すんだ。東はそれほどようやっとる思ったけど本当に爆上がりでくさ。でもまあようやったよ。来シーズンは東を楽しみに応援するわ。中日小笠原2700万円増の9300万円。中日小笠原が19日名古屋市内で2度目の契約交渉し、2700万円増の9300万円プラス出来高で公開した金額は推定サインしました。気持ちの整理もつきましたし、球団代表と1対1の時間も作ってもらって下交渉できなくて申し訳ないというお言葉もいただいた。勝ちたいという気持ちを代表も強く持っていましたし、そこは僕も一緒だったので頑張りますと。小笠原は11月23日の契約公開交渉で球団の提示額を保有。今季年俸は6600万円金額は推定で、球団からはアップ提示だったがチームでは保有1号だった。下交渉もなかったので今回の30分という短い話し合いの中で考えた時に自分の中で納得できないと。一発で判子を押すというのは3年連続で規定投球回に到達する大変さなど、そういう部分を伝えましたと話していた。今季は自身2度目の開幕投手を務めるなど、自己最多タイとなる25試合に登板し7勝12敗、防御率 3.59、160回3分の2を投げ、3年連続で規定投球回に到達した。あと少しで、163イニングというところ、向こうメジャーの規定が163なので、今年は163、そこから180、200と段階を踏んで、と思っていたので、やっぱり先発投手は、最初から最後までマウンドに立っているイメージなのでと振り返った。2年連続最下位からの逆襲オプス来季を見据え、もう1年しっかりローテーションを回ること。目標はリーグ優勝と日本一。しっかりチームに貢献したい。ここのパフォーマンスを 120% 出せれば、いい選手がたくさんいる。何か噛み合えば日本一を取れると思っているので、噛み合わせられるようにと意気込んだ。さすがに奥はいかなかったか、しんのすけ。成績見ると普通にしょぼいからな。エースクラスにはなれないレベル。10敗してるのに高いね。3年連続規定クリアか。来年勝負やな。金額より監督からの扱いのが問題なんやろ。小笠原的には3年規定投げて1億いかんのはな。7勝なんて現状維持で当たり前やのに太っ腹やな。今年はバンド以外の投球が良くなかったな。中日割と金払いええやん。今年は得意だった巨人ヤクルトに打たれてるから印象悪い。ケチやな。柳も小笠原も打線の援護が少なすぎて逆に課題が浮かされてるよな。2人とも規定乗ってる先発の中では下の方。さすがに柳並べるのはかわいそう。まず1年ローテ張れる投手ってのはそれだけでありがたい。一流はそれプラス結果や内容も求められるからさらに頑張ってほしいわね。今年の規定到達者は手で12人しかおらん。中日はなぜか3人いるからありがたみがわからんのかもしれん。ありがたみがあるから2700万も上がったんじゃね。これを辛口だの言うのは違和感って話で。レイナーは今仕事で10敗してるのに年収500万もいかないのによ。中日査定優しいな。バンド本拠地で 3.59 の投手は中日にいた方がいいわ。この数年の打点の影響なけりゃ今年は4点台の成績やからな。3点台に収まってて2倍がいいから擁護されるのもある。今の成績ならポスティングでもあまり旨味がないので頑張らんといかんな。ロッテからかは3500万円減の年俸6500万円。ロッテのからかは勇気投手34が19日、ゾゾマリン戦マリンスタジアムで契約公開交渉に臨み、3500万円ダウンの年俸6500万円金額は推定でサインした。16年目の今季は10月10日の西武戦で約4年ぶりに先発したが、6試合登板で0勝1敗1ホールド、防御率 7.04。 プロ1年目からの連続勝利は15年でストップした。不安は視線上がファームになってしまったので、悔しいというか、情けないという一年だったと振り返った。来季は先発に再挑戦する意向で、改めて一軍で投げて投げて初めてプロ野球選手だなという風に感じた。僕自身は先発の準備をしてオフを過ごしていますけど、良い投手も多いですし、そこになんとか割って入っていけるようにキャンプからやっていく必要があるかなと思っていると意気込み、球団からも先発で勝負していけよ。先発で2桁勝てと言われたそうで、すごく嬉しいことなので、それを意気に感じてやっていきたいと気合を入れた。からかは変わってないのは童顔なところだけだな。先発最後の1枚か、からかは先発か、今年足らない
ない時あったしな。このチームは先発何人いても足らなくなるからな。何人いても2軍すら回らなくなるのが千葉ロッテマリーンズの先発陣や。 35% だから制限ギリギリに近い前方か。先発失格でリリーフ先行して先発再挑戦か。先発での期待値は個人的に2期以下だから、怪我なく浦和要因としてローテーション回していけるところからスタートだな。今の唐川に先発とか無理だろうけど、リリーフはもっと無理だからな。ストレートもカットもポンポン弾き返されてるから、カーブで騙し騙しイニング食うしかない。せめてスライダー1回れば万年の信号みたいになれるかもだけど、ストレート通用しないなら騙し騙しも無理じゃねえかな。今の NPB そんなに甘くない。結局複数年契約結んでからほとんど活躍してないのに甘々査定だな。来年の先発候補の一人だったはずの森がすでにウィンターリーグで行方不明になってるからな。そりゃ先発の球を増やすこと考えるわな。唐川は2軍で100イニング投げてもらおう。1軍じゃおそらくチャンスないでしょ。4本柱が2人以上離脱しない限り、唐川は小宮山のシェイクみたいな変化球作ろう。オリックス CEO から3600万円、減の3600万円。オリックスの T 岡田大野手35は19日大阪市内の球団施設で契約公開交渉に臨み、減額制限 25% を超える3600万円、ダウンの年俸3600万円、金額は推定で来期の契約を結んだ。プロ18年目の今年は20試合出場で39打数7安打の打率1割7分9厘、0本塁打4打点。履正社高大阪からドラフト1位入団して3年目の2008年以来15年ぶりとなるノーアーチに終わった。球団からは自主トレから怪我をするなとしっかり気をつけてキャンプから頑張ってと言われました。ここ2年は満足に春季キャンプを送れず、シーズンにも影響が及んだ。そのためコンオフの自主トレは従来の神戸ではなく球団施設に変更して出直しを図る。確実性を向上させるため打撃の技術も見直すようだ。この年になってガラッと変えようと思っているんで、その辺は試行錯誤中です。どうやったら結果が出るか、出やすいか、自分の体と相談しながら試していきたい。3連覇してチームはすごい成長していると思うので、プラスして自分も成長していけるようにチームの力になれるようにしたい。足立と共に球団最年長野手として先日戻ってきたハワイへの優勝旅行について球団に意見も出した。参加した選手が20人弱と少なかったので寂しさがちょっとありましたと振り返る。行きたいと思える優勝旅行にしてくださいと要望を出しましたと明かした。岡田さん 50% 減か。うわ一気に減ったな。まあさすがにね、2年何もしてないし妥当やな。さすがに2年連続自主トレで怪我は擁護できん。誰か T を監視してくれ。 T こそ毎島以外での自主トレ禁止にせんといかんのちゃうか。怪我しない強い体作りが必要や。早出で筋トレするで。年末年始そこには一人黙々とバットを振り続ける T 岡田の姿がで今年もやってそう。前島に監禁しろ。優勝に貢献したやつが行かないで貢献しなかったやつが文句言ってるからな。旅行は二度とやらんでいい。岡田は自分が何一つ貢献してないって気づいてないのか。優勝旅行に要望出すとかなんかずれとるよな。ハワイのホテルの部屋が狭いって嫁が文句言ったからそのまま球団に文句言うとか頭おかしいんか。 T は岡田はもう来年引退だろうし、無駄にジタバタせずただその時を待てばよい。年もあるやろうけど一気に劣化したな。復活短すぎやろ。功労者をソフトランディングさせてあげるの優しい。 T 来年は期待してるで。頑張れ。オリックス宇田川3100万円、増の4800万円。オリックスの宇田川勇気投手25が19日大阪前島の球団施設で契約公開交渉に臨み、3100万円アップの年俸4800万円金額推定でサインした。大幅アップを勝ち取り、前半苦しんだ部分があったが後半しっかり投げてくれたと評価していただいた。リーグ優勝して日本一にはなれなかったがいい経験になったと振り返った。今季は自己最多の46試合に登板して4勝0敗、20ホールド2セーブ、防御率 1.77 と活躍してリーグ3連覇に貢献。3月には侍ジャパンのメンバーとして WBC に出場し世界一も経験した。背番号96から14に変更して臨む来季はさらなる飛躍が期待される。今春のキャンプでは体重強化に苦しんだが自分で頑張って作っている。豆腐に入ってからも自炊で食事量をコントロールし93、94キロをキープ。来季は1軍で完走してホールド数はチームトップでいきたい。50試合は絶対超えたいと意気込んだ。約3倍か宇田川おめ、来年も頼むで。宇田川良かったね。自炊偉いわね。宇田川は調子戻せなくて下で沈んでた時期あった分上がらんかったのでは。2軍で打たれてないとったな。阿部ちゃんを超えることはないだろうと思ったがそれよりもまだ安かった。まあ3年続けないとまともに上がらんからな。この球団は WBC 招集は査定に全く反映されてないな。この球団宇田川安いな。宇田川は安いか。順位争いをしていた5、6月にほぼ働いてないのに、阿部より昇級幅高いし十分評価されてると思うけどな。2022も出てた時の活躍が派手だけど、出てた試合数は少なかったし、結局シーズンの半分くらいは調整させてもらってたからな。勝ちとに入ってたのは、最初の方と最後の方だけ。宇田川は太りやすい体質なんかな。同じ量を食べても全然太らん人と、めっちゃ太る人がおるけど後者なんやろか。フィリピンハーフの人はちょっと太りやすい傾向にあるとか。安アップと宇田川だけでパッと思いついただけやけど、宇田川は正直 WBC で小松みたいにぶっ壊れる可能性すらあると思ってあんまり期待値上げてなかったから、後半厳しいところばかり任されるようになって嬉しい誤算だったわ。オリックス頓宮、5300万円増の8800万円。オリックスの頓宮裕真捕手27が19日、大阪前島の球団施設で契約公開交渉に臨み、5300万円アップの8800万円金額推定でサインした。チームメイトの森友哉捕手から首位打者記念としてプレゼントされたロレックスを左手首につけ、デニムのスーツをこなした頓宮。よく頑張ってくれたと言っていただいた。全体的に評価してもらった。今季は一塁のレギュラーをつかみ、打率3割7厘をマークして初タイトルとなる首位打者を獲得。16本塁打、49打点も自己最多で一塁手のベストナインにも輝いた。
シーズン終盤に左足薬指を疲労骨折したが、怪我をして出場した阪神との日本シリーズでも3本塁打を放ち存在感を示した。球団との交渉の席では、京セラドームのトイレットペーパーをダブルに変えてくださいと切実な要望を出したという。実現すればプレーにも繋がってきますと、ダメつけたっぷりに笑った。もう一気に上がったわね。結構上がったな。爆増やんけ。でも頓宮は自分でさえ、最も縁がないと思ってたらしい。首位打者獲得できて、自信に繋がったやろな。デニムのスーツに合うとかかっこええよ、トンさん。デニムのスーツはがたい良くない、とっくに着られてしまうもんな。デニムにもスリーピースにも負けてないトンさんかっこええわ。森友とトンさんでオーバーオールって現地で旅してほしい。球団には京セラドームのトイレのトイレットペーパーをダブルに変えてくれという陳要望をしたという。ダブル派のワイブーわかる。ワイは金ないからシングル派。ワイってでペーパーガラガラしてしまうからシングル派。頓宮は妥当やな。万年の意味やし、半端に1億行くなら行かないがいい税金上な。そもそも今年初めて規制乗った頓宮が億超えたら、それこそ査定がバガバすぎんだろって言われるわ。頓宮よかったな。次はホームラン王やな。オリックス宮城8000万円増の1億6000万円。オリックス宮城博也投手が19日、大阪舞島の球団施設で契約更改交渉に臨み、8000万円増の年俸1億6000万円でサインした金額は推定。球団の高卒5年目では21年山本の1億5000万円を上回り、96年のイチローに並ぶ最高額。すごく濃い1年でしたが、最後に日本一になれず悔しい思いをした。来年はいい経験をした分、活かしながら最後に勝ちたいと表情を引き締めた。今季は22試合に登板し、3年連続2桁となる10勝4敗、防御率 2.27。3月の WBC 世界一に輝いた侍ジャパンの一員としてもプレイし、フル回転した1年だった。エース山本が今後のメジャー移籍が確実。14日には渡米中の吉野部本人から電話があったという。言っていいかちょっとわかんないですけど、と前置きし、球団広報に目配せした後に、山本が残留すると言ってたんで、残ると信じています。一番最初に聞いたんで、待っていますと、ダメっけたっぷりに明かして、報道陣の爆笑を誘った。よかおめ、正当な評価やわ。阪神伊藤の1億6000が基準やな。3年連続規定プラス2桁勝利でこれより下にはできない。髪の毛が似合わない男、髪型に合ってないな。坊主とは言わんが単発にした方がいいと思う。毎年契約更改の度に成績金額でなく髪型に物申される男。ようやく佐々木朗希と年俸差がつきそうやな。そもそも宮城と同額の8000万はもらいすぎやねん。人気大で渡しすぎや。ロッテは気づいたら佐々木より評価高くなってた選手。宮城も25歳で佐々木と一緒にポスティングでメジャー行くんやろか。仲良しやから同じタイミング狙ってそうよな。宮城は今んとこ世代ナンバーワンやと思うが、メジャー行くには出力足りてないと思うわ。個人的には NPB で40過ぎまで第一線で投げてほしい。まだ21かにやろ、稼ぎすぎや。山本残留か。山本残留とか来年もオリックス優勝だわ。クソ貧乏でスパイク買ってもらえんかったんよな。ほんまドリームやな野球。これでメジャーまで行ってお金もらえたら偉いことやで。宮城ってなんで打てんのや。球の質か。遠目で見てたらわからんわ。変化球のキレが思ってるのと違うみたいやね。ダルは奥行きをうまく使ってると言ってたから、球速差以上の体感のズレがなんかあるんやない。持ち球の球速差がありすぎてタイミングが取りにくいらしいけど、それにしても不思議に抑えとる感じやね。宮城このまま40歳ぐらいまで毎年12勝ぐらいしてくれないかな。ソフトバンク山川誕生。誰もが注目する第一声は謝罪だった。ソフトバンクは19日、西武から国内 FA 権を行使していた山川穂高内野手の入団会見を行った。山川は冒頭、多くの方々にご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでしたと頭を下げて謝罪した。第一声で、この度、ソフトバンクホークスさんにお世話になることになりました。まずここまで決断に時間がかかってしまい申し訳なく思っていますと語った。その後、一連の私の不祥事でライオンズファン、多くの方々にご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでしたとフルスエも謝罪した。5月に強制性交等の疑いで書類送検され、8月には不起訴処分となった。9月4日に無期限の公式試合出場停止処分を受けたが、故障者特例措置によって国内 FA 権を取得。三笠杉彦 GM は移籍後、処分は解除する方針を明らかにした。11月14日に権利の行使を発表。1ヶ月以上、決断にも時間をかけて、この日に正式発表となった。西武ファンにも謝罪できず、去就が決まっていない状態だったのでなかなか挨拶ができずに悔やんでいますと頭を下げた。日程的なこと、時間がかかってしまったこともあった。選手の方にはこれから連絡できる選手にはしたいと思っています。ファンの方に挨拶をするのは、先ほど述べた言葉で挨拶という形になってしまいます。そこは本当に申し訳ないですと謝罪した。球団トップの後藤義光球団社長兼オーナー代行は、あらゆることを考えていかないといけない。彼が攻めを負わなければいけないと同時に間違いなく真摯に向き合う責任を持っている。難しい言い方をすればステークホルダー利害関係者というかね。彼の関わりのある人たちに対して、彼は真摯に向き合う責任を持っている。彼がそれを果たしてくれるというのがいろんなことの前提になると話した。さらに後藤社長は、その上で人は生まれてから死ぬまでの間に反省の連続だと思う。反省をした上でチャレンジをする。そのチャレンジすることを許してもらえる社会であってほしいと思う。今回は会社としても随分と考えさせてもらった。言い方は変かもしれないけど、いい機会をいただいたと思って、すごく真剣にいろんなことを考えた。ソフトバンクグループとしてもね、その上で今回、チーム側が全力としておきたいということであれば僕は総獲得を考えると、彼にチャレンジすることを認め合える社会であってほしいなと。結果が出るか出ないかは、彼がベストを尽くすだろうからそれは責任とか義務ではない。一生懸命やればいいんですよ。彼の挑戦を許してもらえる社会であってほしいと思うと説明した。これ残留して西武のトップが言うならわかるんだけどな。別に野球じゃなくてもいいだろ。普通にサラリーマンでも肉体労働でもやってくれればいいかと。他の社員がやっても同じ対応するかどうかだよね。ホークスファンはどんな感じなんだろう。賛否両論やな。念願の右の大砲が入った。これで再び上昇軍団だな。正しいことを言ってるようだけど、被害者いる事案だということが一切考えられてない発言だね。被害者に対して同じこと言ってみたら、被
害者なんていないけど、イメージ悪いけど戦力としては大きいな。国語と意気投合しそう。西武との初戦にスタメンで出てきたら、過去一のブーイング起こされそう。これ3割40本100打点は最低ノルマラインだよな。来シーズンは普通にホームラン王を取るだろうな。普通の FA より安く獲得できたんじゃないか。去年近藤を大型契約で取った以上、柳田が本格的に衰える前に優勝を目指すのはチームの方針だろ。だから今から育成とかやる時間はないんだよな。当然山川は取れるなら取るに決まってる。王さんにはがっかりしたわ。国民栄誉賞が聞いて呆れるな。信じられないよ。あの王さんが OK するなんてさ、幻滅。楽天でパワハラしてたやつも拾ってやれよ。さすがは修羅の国。障子を起こして球団に迷惑をかけたのに、翌年から他球団選手としてライバルとして立ちはだかる野球界あるあるが未だに理解できない。まあしばらくはヒールやな。福岡のフードでは勝てば人気は落ちない。問題は優勝以外おつやになる上がりきったハードル。打線は水物やし、先発がこのままで優勝なんかできるのかどうか疲労感ありやな。山川は俗っぽさが抜けるといいんだが、テカテカニヤニヤしてる印象だな。どいつもこいつも FA は山川の権利だからって前落ちしながら西武から移籍しようとしたらボロクソ言うよな。自分が得た権利を行使しただけなんだから、別にごちゃごちゃ言わなくていいだろ。ゴンで優勝逃したらだせ。真摯に向き合ってることを理由にしてるけど、何をもってそう判断したのか具体的何も語ってなくて全く意味がないよね。アホなのかな。基礎になったのに未だに犯罪者扱いして叩き続ける。これ自分がそういう立場に置かれたらどう思うよ。一般人でも同じことが起こることもあるんだぞ。不倫が問題なら国語も問題ありだろ。まあね、立派なことは言ってますけど、そんな道徳的な意味で獲得してないんでね。こんな綺麗事言わんでいいわ。実力が全てなので、いくら貧困法制でも打てないやつはいりません。クズでも打てるやつは取りますって。ユニフォーム売れなそう。目だけは綺麗なんだよね。西武は来シーズンは是が非でも即番より順位上にしないとな。ダルビッシュ有が WBC 食事会でぼったくられていたことを告白。サンディエゴパドレスのダルビッシュ有が12月19日に公式 XQ Twitter を更新。3月に行われたワールドベースボールクラシック WBC の期間中、侍ジャパンのメンバーと共に開いた食事会でぼったくられていた事実を明かした。月曜日にフジテレビ系で放映されたジャンクスポーツ2時間スペシャルに、WBC 日本代表でコーチを務めた白井和幸氏が出演。当時を振り返って、ダルビッシュ投手は若い選手にどんどん声をかけて、チームに垣根をなくすという意味ではすごい役割を果たしていたと絶賛した。そして、米国ラウンドの準決勝メキシコ戦を前にした決起集会に言及。ダルビッシュ投手の食事会、選手のみ全員招待ですから、飲み合うタイヤですごい勢いだったらしいですよと話し、それでお会計がうん百万と明かしてスタジオをどよめかせた。この様子を紹介した記事がネット上で公開されると、ダルビッシュが X でリポスト。苦笑いの絵文字を添えて、マイアミでの食事会はステーキレストランで味は最高だったのですが、簡単に言うとぼったくられてとんでもない額になりましたと告白したのである。さらにフォロワーのコメントにこうする形で、しっかりとしたレストランだったんですが、どさくさに紛れてとんでもない額のワインを勝手に開けようとしていたり、やり方が本当に汚かったですと訴え、マイアミではよくあると言われましたと綴っている。写真だとちょうど30人いるな。1人10万の請求で300万円か。ちょっと高いけど、インフレのアメリカの観光地で酒も飲んだならありえる金額よな。ワイン開けるの怖いよな。大谷翔平いないのに一平が真ん中に陣取ってるやん。支払いはダルと大谷で折半したらしいね。マイアミのステーキはダルだけ、大谷はいない。そんなことしてるからメキシコに追い詰められたんと違うのか。随分おとなしいやんけ。昔のダルなら殴り込みやろ。金持ち喧嘩せずってか。変わっちまったね。10年前に川越シェフのお水が800円で叩かれてたけど、現在の米国の物価はマジでそれぐらいの値段。やっぱりロマネコンって開けられたら高いよな。あっても店にたくさんはないだろうけど、客によって値段変えてそう。ぼったくりならさらせばええやん。寄った他の選手が高級ワイン勝手に頼んだ可能性もあるよね。大食いの野球選手が30人、領収書ちゃっかり小分けでもらったりしないだろ。店側の言い分も聞かないことはな。参加したメンバーの誰かが英語もわからず調子乗って注文しまくってんじゃね。アメリカと日本の物価の差を踏まえたらそこまでぼったくりでもないかもよ。アメリカ11年住んでるダルビッシュに言うことじゃねえだろそれ。店員、英語で高級ワインありますよ。どうですか村上。なんかわからんけど、イエス、イエス。チームを一つにしようという食事会だもんな。会計でダル先輩が店員と口論してたら笑うわ。特徴的な巨大像があるおかげでぼったくりの店として日本人に認知されるわけだ。宣伝効果抜群ですな。次の WBC 監督はダルでええやろ。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。